物を売ったり買ったりできるアプリの会社メルカリについてのニュースです。 品物を売り出した女性が買うと言った人から壊れていると言われました。 品物は女性に戻ってきましたが、売ろうとしたものとは全然違うものでした。 このことが SNS に出ると「同じような経験がある」という意見がたくさんありました。 このためメルカリは同じような問題があった場合などに品物をチェックするところを作りました。 被害があった場合のお金の保証などを考えていきたいと言っています。